国王ヨーロッパのハンガリーを中心とする地域に第一次世界大戦直後から第二次世界大戦直後まで存在した王国ただし国王は終始空位であり1919年のハンガリー革命で成立したハンガリーソビエト共和国を打倒したホルティミクローシュが1944年までハンガリーの摂政として統治した数軸国として。 第二次世界大戦に参戦したが、大戦末期に、野獣児島のクーデターが発生し、ナチスドイツの傀儡政権となった。野獣児島の政府は、ソ連軍によって崩壊したが、王国は1946年のハンガリー第二、共和国の成立まで、形式上存在した。首都はブダペスト。1918年以前のハンガリー王国は、 オーストリア・ハンガリー二重帝国の構成国の一つであり、ハプスブルク家の君主がオーストリア皇帝と同時にハンガリー王に即位し、ハンガリー政府を統治する構造であった。長い伝統を持つハンガリー王国は、聖シ首都バーンの王冠の地と呼ばれる地域の統治権を理念上保有していた。第一次世界大戦後の混乱により、スロバキア、 トランシルバニアなどを占領されたハンガリーは、失った領土の統治権を主張するためにも、ハンガリー王国の名を掲げる必要があった。しかし、ハプスブルク家の人物を、ハンガリー王としていただくことは、国内にも反発が強かった上に、ハプスブルク帝国の復活を恐れる、競商国や、周辺国の反発を招いた。このため、国王が、不在のまま、 王国という形態を取り、議会によって指名された摂政が統治するという政体となった。オーストリア・ハンガリー二重帝国は第一次世界大戦で敗れ、ハプスブルク家の権威は失墜した。アスター革命後、1918年11月16日に、ハンガリー発の共和制国家である、ハンガリー民主共和国は二重帝国からの独立を宣言した。しかし、 その直後から北部ハンガリーをチェコスロバキア軍がトランシルバニアをルーマニア王国が占拠していた。社会民主党系の大統領カーロイ・ミハーイは不安定な国内でハンガリー共産党の慎重を抑えきれず一時は連立を組んだものの1919 19年3月にはクンベーララがハンガリー革命を起こしハンガリーソビエト共和国を成立させた。 軍のソビエト政府は国内で赤色テロを起こし、さらにスロバキアの回復を目指して、チェコスロバキアに攻撃を仕掛けた。このため保守的な、ハンガリー人、フランスやルーマニアといった、周辺国の支持も失った。4月にはルーマニアがハンガリーに侵入し、ハンガリー・ルーマニア戦争が発生した。6月、二重帝国海軍総司令官であった、ホルティミクローシュが、 ハンガリー国民軍を率いて全土で放棄した。8月にはルーマニア軍がブダペストを占拠してハンガリーソビエト政府が崩壊しハンガリー共和国が樹立された。起乗するホルティミクローシュブダペストに入場した国民軍は臨時政府に代わる正式政府の準備を行った。しかし国民軍が 我らが王として擁立したオーストリア大公、ヨーゼフ・アウグストは、ハプスブルク家の一員であったため、協商国やルーマニアの了解を得られなかった。10月23日、ヨーゼフ・アウグスト大公は、暫定的な王位を放棄した。退後、極めて短期間、共和国議会より、フリードリヒ・シュトバーン、ついでフサール・カーロイが、共和国大統領として選出され、ハンガリーを統治した。 しかし、第一次大戦の敗戦や帝国の解体及び、領土の喪失が我慢ならない国内の反動主義者、愛国者たちは、聖シュトバーンの王冠の地の栄光を取り戻す、社会運動を開始中世の中央に栄えたハンガリー王国に倣い、王国の復興を標榜した、いわゆる、ハンガリーの誇りを、保守的な新聞を通じて、ハンガリー国民に盛んに宣伝した。 この愛国運動が全国民的な社会変革運動へ発展し、国内世論の大多数が共和制から国王を要した立憲君主主義体制を求めるようになった。そして、ヨーゼフ・アウグスト大公が暫定的な王位を返上して、わずか数ヶ月後、1920年1月に行われた議会選挙と2月の国民投票を経て、 共和制から立憲王政への移行が決定された。ハンガリー王国折衝に就任するホルティミクローシュ1920年3月1日、共和国議会から解消したハンガリー国民議会は第一次世界大戦の敗戦により事実上画解していたオーストリア・ハンガリー二重帝国を再統合し、帝国を再建すべくその第一歩として、 ハンガリー王国の成立を宣言した。しかし、ハプスブルク家出身者の国王衰退は、戦勝国側である、協勝国に断固否定され、ハンガリーは、国王不在を余儀なくされた。この状況を打開すべく、国民議会は事実上の国家元首として、ホルティミクロー主を、ハンガリー王国摂政に選出した。この選出は表向きには協勝国に対する安全。 保障、つまり、オーストリア第一共和国を追われた、ハプスブルク・ロートリンゲン家の皇帝カール一世を、国王に福井させないことを条件とした、選出であったが、実際には、カール一世をいただいて、オーストリア・ハンガリー帝国の最高を目指す、皇帝派と、ハンガリー王国として創出した領土の回復を、目論む民族主義者との妥協の産物といえる、ものであった。フォルティは当初、 私は一回の軍人に過ぎない。大公殿下とハンガリー国民に忠誠は誓うが、政治は門外漢だと誇示していたが、ヨーゼフ・アウグストが直々にホルティの元を訪れ、摂政への就任を要請し、ホルティは摂政就任を受諾せざるを得ない状況へ追い込まれた。ホルティは国王不在のまま、摂政として長い対戦とそれに続く混乱。 内戦で疲弊した国内経済の立て直しに着手した。国民議会は政党の区別なく全面的にフォルティの政策を支持し議会制に基づく緩やかな独裁体制が確立した。トリアノン条約で分割されたハンガリーと各地方の人口民族構成。濃い緑がハンガリーの湿地1920年6月4日にトリアノン条約が成立。 ハンガリーの領土は著しく削減された。北部ハンガリー、トランシルバニア、ボイボディノなど、伝統的な国土の大半を正式に失った。このため、ハンガリー国内には、不満が鬱積し、右派、愛国者を中心に、失地回復運動が流盛することとなる。 カール一世の復帰運動1921年3月26日、オーストリア・ハンガリー二重帝国の最後の皇帝であったカール一世は、フランスの密かな支援のもと、ホルティの休暇という感激を塗って、ハンガリーに帰国し、二重帝国復活のためホルティに対して、オーストリアへの侵攻と、ハンガリー国王カーロイ四世としての即位を要求した。 ホルティは当初これを受け入れようとしたが、帝国の復活を目論み、オーストリアへの侵攻を画策する、カール一世を、強商国との軽装化を懸念した国民議会が拒絶。3月27日、ホルティ自身は、ハプスブルク系の忠誠を誓っていたが、オーストリアへの侵攻は、国力的にも、国際的にも無理であることを承知しており、オーストリアを諦めるなら、 カール一世を国王として国民議会へ推挙する用意があることをカール一世へ伝えこの返答に約1ヶ月の猶予を与えた。ホルティはこの猶予期間中にカールがウィーンに進撃するかスイスに戻るかと判断していたがカールはオーストリア進撃に関係なくホルティが自分の福井に動くと予想していた。3月28日 ハプスブルク家の復活を嫌った周辺諸国が反発した。小教書を組むチェコスロバキアとユーゴスラビア王国がカールの即位は改選理由となると警告。国民議会もホルティセッションによる国内統治の継続とカール一世の逮捕を求める決議を満場一致で可決した。ホルティはハプスブルク家と 国民議会との板挟みとなったが、カール一世のオーストリア侵攻計画の件もあり、ホルティが最終的に国民議会の意向に従ったため、すべての取引は公的に拒否され、カールは4月6日にスイスに戻らざるを得なかった。カールは福井を諦めず、列強やハンガリー国民が福井を支持すると考えていた。 しかし、ハンガリー国民の大半は冷淡であり、この間に支持する動きを見せなかった。この騒動で疲れ切った、テレキパール首相は4月14日に辞職し、ベトレインシュトバーンが首相に就任した。ベトレンは、その50年にわたって首相を務めることになる。6月、ハプスブルク家に忠誠を誓う、政党主義者が王党派と共に、 ホルティに対しカール一世の即位を要求し、ホルティの政権を言論で攻撃した。新王党派のホルティは、国民議会に、カール一世の即位を働きかけるが、国民議会はこれを拒絶した。政党主義者、王党派とホルティの間で、いくつかの会合が持たれたが、最終的に決裂した。10月21日、カール一世とその妻、ツイタが、政党主義者、 応答派に要されて、ハンガリーへ入国。カール一世を支持する一部のハンガリー王国軍が合流し、内戦の危機に陥る。ハンガリー国民軍が発展的に改変されたハンガリー王国軍はむね、ホルティに忠誠を誓っており、ホルティ自身は、カール一世へ、権力の異常と殺政の退任を希望していたが、近隣国との摩擦、特にオーストリアを巻き込んだ即位は、 次期焦燥との見解だった。この間、チェコスロバキアやユーゴスラビアは実力を持って、カール一世の即位を阻止すべく、国境地帯へ軍を集結させるなどの圧力をかけた。ため、ホルティ摂政は10月24日、事態を収拾すべく、カール一世夫妻の逮捕を命じた。カール一世も内戦は意図しておらず、ホルティの決断に従った。10月29日、 カール一世が逮捕されたにもかかわらず、チェコスロバキアやユーゴスラビアは、国境付近から撤兵せず、チェコスロバキア外相エドバルド・ベネシュは、将来にわたりハプスブルク家の完全なる範囲が、確約されなければ、ハンガリーへ侵攻すると、最後通帳を行った。ホルティはこれに激怒し、ハンガリー王国軍の動員を計画したが、イギリス大使ホーラーによって制止された。11月、 国民議会が1713年に交付された国事証書の効力を無効とする法案を可決した。カール一世の多い継承権を明白に否定したことで、ホルティ自身皮肉にもハプスブルク家による立憲王政への回帰を諦めざるを得ない状況となった。このため、カールは福井を断念してポルトガルのマデーラ島に亡命し、この危機を乗り越えた。 ホルティの政権は安定した。ゲンベシュ政権地理学者であり、王国の首相にも就任した、テレキパールが1910年に作成した民族分布図。赤がマジャール人の居住地であり、ハンガリー王国の境界外にも多く存在している。ハンガリーの民族主義者にとって、トリアノン条約で奪われた領土の奪還は悲願であり、目標であった。このため、ハンガリーでは、 ゲンベシュジュラを代表とする人種防衛党のようなファシストが台頭し政権を動かすようになった。ハンガリーは未回収のイタリア問題を唱えるイタリア王国と対ユーゴスラビア関係では利害が一致していた。また、1933年にドイツで成立したナチス政権も第一次世界大戦以前の領土を回復することを狙っており、 特に対チェコスロバキアで利害が一致していた。1927年4月5日、ハンガリーはイタリアと友好条約を結び、連携を深めた。1932年に首相に就任したゲンベシュは、ドイツ・イタリア・ハンガリー三国同盟を目指し、当時オーストリア問題をめぐって衝突していたドイツとイタリアの関係を改善させた。 これは、後のベルリン・ローマ数軸を生み出す元となった。反ユダヤ風潮の高まり人種防衛党といった、右派政党は、早くから、ユダヤ人の排斥を唱えていた。しかし人種防衛党から首相となったゲンベシュも特に、反ユダヤ政策を取ることはなかった。しかしゲンベシュの死後に首相となったダラーニ・カールマーンの、権力基盤は弱く、 対等する国民の意思等等の右派政党に配慮せざるを得ず、いくつかの職種におけるユダヤ人の比率を20%までに抑える法律を制定した。しかしユダヤ人排斥を唱える国民の意思等の攻撃はやまず、ダラーニは1937年に国民の意思等を解散させた。その後、1938年5月14日に、 イムレーディ・ベーラが首相となった。イムレーディもゲンベシュの政策を引き継ぎ、独への接近政策を強めた。右派の台頭は強まり、1939年2月、イムレーディの先祖がユダヤ人であることが暴露され、辞職に追い込まれた。後を継いだ、テレキ・パール首相の下で6月に行われた、総選挙では、国民の意思等が再決闘したや十字等が、 第二党へと躍進している。チェコスロバキア問題1938年、ドイツ人が多く住むチェコスロバキア西部のズレーテン地方をめぐる問題が発生した。ズレーテンドイツ人党が主張した自治要求は、やがてドイツによる併合要求へと変化していった。この危機に介入したイギリスのネビル・チェンバレン首相は、 チェコスロバキア側からズデーテンを活用させることで問題を解決しようとした。しかし、かねてからスロバキアとカルパティアルテニアの脱会を狙っていたハンガリーはこの機に便乗し、チェコスロバキア政府にスロバキアとカルパティアルテニアの活用を求めた。これらの問題は9月30日にミュンヘン会談で討議され、ドイツはズデーテンを獲得し、 ハンガリーの要求地域は住民投票によって解決することが定められた。しかしハンガリーはこれに不服であり、10月13日に軍を動員してチェコスロバキア政府に圧力をかけた。このためドイツが仲介に入り、11月2日、ウィーンにおいてカルパティアルテニアとスロバキア南部をハンガリーに割動する合意ができた。しかし両地域では民族運動が 活発化し、チェコスロバキアからの割上は行われなかった。1939年3月14日、ドイツの援護を受けたヨゼフティソが、スロバキア共和国の独立を宣言した。同日、カルパティアルテニアでも、カルパトウクライナ共和国が独立した。これを見た、直ちにハンガリーは、カルパトウクライナに侵攻した。ハンガリー軍の脅威に対抗できない。 チェコスロバキア政府はドイツに救援を要請したが逆に同括されドイツへの併合を受け入れざるを得なかった。ハンガリー軍は3日でカルパトウクライナ全土を占領し併合した。次の目標はスロバキア全土であり3月23日にスロバキアに侵攻した。しかしスロバキアを保護国化していたドイツの仲介によって停戦となりハンガリーは 第一次ウィーン裁定で定められた南部、スロバキアの海を獲得した。黄色が1920年当時の領土。黄緑が1941年までに獲得した領土第二次世界大戦勃発後の1940年11月20日、ハンガリーは日独位三国同盟に加入した。また12月にはテレキパール首相の働きかけで、 ユーゴスラビア王国と友好条約を結び、数軸国と接近させた。その回もあり、ユーゴスラビアは1941年3月25日には三国同盟に加入した。しかし2日後、ユーゴスラビアでクーデターが起こり、新独派の摂政パブレ・カラジョルジェビチの政府が倒れた。これに激怒したヒトラーは、 独祖先の背後を固めるために、ユーゴスラビアに侵攻する計画を立てた。ドイツはハンガリーに、軍の通行権を要求し、対象としていくつかの領土を活用することを約束した。ユーゴスラビアとドイツの板挟みになったて、歴首相は、侵攻に反対したが止められず、4月3日に自殺した。後継首相には、右派のバールドシランスローが就任し、 積極的な新独路線を進めた。ドイツ軍がユーゴスラビアを解体すると、ハンガリーは東部ボイボディナ、バラニア、バチュカ、メジムリエ、プレクムリエを獲得し、占領下に置いた。1941年6月22日、ドイツがバルバロッサ作戦を発動し、ソビエト連邦に侵攻した。ハンガリーはすぐに参戦することはなかったが、ドイツの圧力を受け続けていた。 6月27日、ハンガリーは前日にスロバキアのコシセがソ連軍によって空爆されたとしてソ連に戦線布告した。ただしこの空爆はドイツとハンガリーによる偽りの出来事であったという推測も唱えられている。独ソ戦においてハンガリー軍は有力な同盟軍としてドイツ軍をサポートした。また、しかし戦局が悪化すると ハンガリー軍の損耗も増し、特に、スターリングラード攻防戦では、ハンガリー第二軍が壊滅するなどの大打撃を受けた。ホルティはドイツに失望し、ドイツと距離を取り始めた。まず1942年2月24日には矢十字島を禁止した。そして3月9日には、バールド氏を解任して保守派のカーロイ・ミクロー氏を首相に据えた。カーロイは極秘に、 数軸国からの離脱を検討し、イギリス・アメリカと交渉を行い始めた。しかし、カーロイの接触を感知したドイツは1944年3月22日に、マルガレーテアイ作戦を発動し、ハンガリー全土を占領下に置いた。カーロイは解任され、親独派のストーヤイデメが首相となった。ホルティは王宮に軟禁された状態となり、 外部との接触を制限された。ブダ宮殿を占拠した武装親衛隊しかし、ソ連軍がハンガリー国境地帯に迫ると、ホルティは再び連合国との講和交渉に動き出した。8月29日、ホルティはストーヤを解任し、親衛マイ派のラカトッシュゲーザを首相に据えた。9月9日、ソ連軍は幼少ズクラ峠を突破した。翌日の閣議で、 ホルティは戦争の継続は不可能になった休戦条件を打診する段階に到達したと発言し閣僚全員が同意した。9月15日、ホルティはイタリア中東のイギリス軍に施設を送り和平交渉を申し入れたがイギリスはソ連軍と交渉するべきだと伝達して拒否した。しかしこれらの行動はドイツ側に包抜けであった。ヒトラーは ホルティの排除と、や十字刀による、ハンガリー政府の掌握を決意し、クーデターの発動を準備した。10月8日、モスクワで、ハンガリー使節団は、ソ連外相モロトフと面会し、ドイツへの即時戦線布告を条件とする休戦に合意した。10月15日、ホルティの息子、ホルティ・ミクローシュが、夫をスコルゼニー率いる特殊部隊に拉致され、 マウトハウゼン強制収容所に連行された。午後1時、ホルティの休戦宣言が、ラジオ局で放送されたが、ドイツ側からの最後通告を受けた、参謀総長ベレシュ、ヤーノ主大将により、直後に、取り消しの放送と、や十字棟による、政権掌握の放送がなされた。ブダペスト市内は、バッハツェレウスキー親衛隊大将率いるドイツ軍と、 や十字党員によって制圧され、ブダ宮殿も独軍部隊によって包囲された。ホルティは対戦言への署名と、や十字党指導者サーラシ・フェレンツの首相を呼び、国民指導者への指名を強要された。この際、ホルティは、サーラシに対して、国を売り渡すものよ、私を吊るす革紐は、用意できたかねと悪態を吐いたという。かねてより性的ながら、 ホルティを数計していたサーラ氏は激しく動揺し、ホルティの身の安全が保障されなければ、国民統一政府の国民指導者につき、国民の支持を得ることは困難であると、中ハンガリードイツ大使、エトムーンとフェーゼンマイヤーに伝えた。フェーゼンマイヤーとルドルフラーン元中尉大使は10月16日午前4時、総統大本営に連絡し、 ホルティが17日にサーラ氏を首相に任命した後に退位し、休戦放送を不問にする条件でドイツに亡命する許可を求めた旨を通報し、ドイツ総統アドルフ・ヒトラーはホルティの亡命許可と身の安全を保障する旨を回答した。10月17日午後4時30分頃、サーラ氏の首相任命と接傷退位を終えたホルティは家族と共に特別列車に乗り、 表向きには、西洋という名目で、ブダペストを離れた。ホルティは後に、私は、財産と祖国を捕虜にしてしまったと嘆いた。政権を握ったサーラ氏は、国民統一政府の成立を宣言し、ソ連軍との交戦を続けた。1944年10月29日から、ブダペストに対する攻撃が始まった。 しかし1945年2月にブダペストは陥落、ハンガリー国内の大部分もソ連軍によって制圧され、野十字島政府は西部国境地帯で交戦を続けるにとどまった。1945年5月8日にドイツが降伏すると、野十字島の政府も解散された。1944年12月21日、ソ連軍の支援のもとデブレツェンで、 暫定国民議会が開催され、ハンガリー共産党、独立省農業者党、国家農民党、ハンガリー社会民主党、ハンガリー民主党からなる230議席の議会が成立した。翌22日に、ハンガリー臨時国民政府と国家元首の権限を代行する高等国民、評議会が樹立された。ハンガリー第一軍司令官であったダルノキミクロオシュベーラが、 首相に選出され、臨時国民政府は、ソビエト連邦に承認された。ダールの際や十字と政権及び、ドイツ軍への協力者の逮捕、ソ連への引き渡し、財産没収を行い、1945年1月25日に、人民裁判所を設置し、数十万人のハンガリー人が迫害を受けた。また、同年夏には、マリアテレジア軍事勲章を廃止した。 臨時政府において、ハンガリーのほぼ全土を支配したソ連軍の影響力は強大であった。終戦後の1945年9月、独立省農業者等のティル・ディゾルターンが首相となった。11月、ハンガリー全土で行われた総選挙は、カトリック政党の出馬が禁止されたものの、不能から中小能を、 支持基盤とする独立小農業者等が57%の票を得て単独過半数を確保する第一党となった。それに対してラーコシマーチャーシュとゲレーエルネレ率いるハンガリー共産党はわずかに17.4%の票を得たのみであった。しかしハンガリー駐在ソ連軍司令官クリメント・ボロシーロフは選挙前に民族独立戦線の維持が すでに合意されていたことを理由に、小農業者等を単独政府の成立を拒否したため、共産党からは、ラーコ氏が首相補佐となり、ライク・ラースローが内務大臣にするなど、共和党員を重要なポストにつける連立政府を成立させた。ラースローは、内省人気中に、ハンガリー国家警察、国家保衛部を設立し、共産党が、 政治警察の権力を手に入れた一方、ソ連は独立省農業者等と協調する動きを見せていた。国民議会では、共和制導入が議決され、ティルディが大統領、ナジフェレンツが首相に指名された。1946年2月1日、ハンガリー第二共和国が成立し、ハンガリー王国は消滅したが、 ハンガリー第二共和国も1949年には、ハンガリー勤労者党の一党独裁体制である、社会主義国家ハンガリー人民共和国にとって変わられ、他の東欧諸国と同様に、ソ連の衛星国となった。第一次世界大戦の敗戦で莫大な賠償金を課せられたハンガリーは、激しいインフレーションに見舞われた。ハンガリーコロナの価値は暴落し、国内経済は、 不安定となった。このため1927年にはコロナに変わる通貨としてペンゲイが導入された。当時、ペンゲイは東ヨーロッパで最も安定した通貨とされた。しかし、1929年に発生した世界恐慌によって、ハンガリー経済は再び危機的な状態に見舞われた。その後、世界恐慌から脱したドイツと関係を深めることで、 ハンガリーの経済は立ち直りを見せた。以降1945年までハンガリーの経済はドイツに深く依存していくことになる。ドイツに依存しすぎた経済はドイツの幸福によって破綻し、臨時政府機には壊滅的なインフレーションが起こった。1946年1月1日にアドーペンゲーという納税に用途が限定された貨幣が発行され、 同年の5月9日にはその価値を通常のペンゲーの下落幅にスライドさせる目的で法定通貨として認められた。しかし通常のペンゲー化の暴落が続く中導入当初は前者と等価であったアドーペンゲーの価値は上昇を続け最終的には1アドーペンゲーが2021ペンゲー前後のレートで取引されるようになる。もっとも このアドーペンゲーが優位に立つことができたのはあくまでも、通常のペンゲーに対してのみであり、激しいインフレと減価に苦しんだ通貨である点では、何ら変わるところがなかった。結局、第二に共和国下の1946年8月1日に、新通貨フォリントが導入され、新給料化の交換比率は1フォリントイコール40、上ペンゲーに設定された。 この通貨改革により、ハンガリーの経済はようやく安定へと向かうことになる。ハンガリー軍は、トランシルバニアやユーゴスラビア占領地で、いくつかの虐殺事件を起こしており、戦後の社会主義政権下では、旧軍の関係者が訴追されている。例えば、ユーゴスラビア北部のノビサド村では、 シャーンドル・ケピロ憲兵隊員率いる部隊が2日間に渡って1000人以上のユダヤ人やセルビア人の住民を虐殺したこと等が知られている。連行されるユダヤ人。1944年10月、ブダペスト第二次大戦直前までハンガリーの反ユダヤ政策はドイツほど徹底したものではなかった。しかし1940年には若いユダヤ人男性に 軍事工場での労役期間を義務付ける法律が制定された。また1941年8月にはユダヤ人との結婚や性交渉を禁止する法律第3のユダヤ人法が出されている。第二次世界大戦勃発後、ドイツはユダヤ人をドイツ国内に移送することを繰り返し要求した。しかし、ナチスによる ユダヤ人政策によってから批判的であったホルティはこれを断固として拒否し、ブダペスト駐在ドイツ大使を執務室へ呼びつけ、君等が我々から誘拐できる。ユダヤ人はただの一人もいない。彼らは我々の良き友であり、王国国民である。私は摂政として国民を守る義務を負っていると一括している。1941年7月には、 カルパティアルテニアから1万8000人のユダヤ人がドイツ側に移送されている。また、1941年にウクライナで発生したカミアネチポジリシキーの虐殺では1万6000人のハンガリー系ユダヤ人が虐殺された。マルガレーテ愛作戦後に政権を握ったストーヤイ首相は積極的なユダヤ人迫害を開始した。ドイツ国内と同じように ダビデの星の紋章をユダヤ人に身につけさせ、ユダヤ人商店を閉鎖してドイツ国内に移送させた。しかし、ハンガリー国内で移送されたユダヤ人が処理されている噂が強まり、1944年7月25日にはユダヤ人移送は中止された。しかしこの移送中止は、親兵隊全国指導者ヒムラーが、 ハンガリーユダヤ人と武器を交換させる計画を立てていたためで、連合国側に拒否されている。ホルティ失脚後の野十字と政権下では、ユダヤ人狩りが本格化された。ドイツからアドルフ・アイ・ヒマン親衛隊中佐が派遣され、ユダヤ人の収容所移送が本格化された。1941年の時点で、ハンガリー国内には80万人のユダヤ人がいたが、 戦後には20万人となっている。この間のブダペストでユダヤ人を救出しようとした人物がスウェーデンの外交官ラウル・ワレンバーグである。ワレンバーグはユダヤ人にスウェーデンの保護証書を出すことで10万人のユダヤ人を救ったとされている。オディレア、ガブリエル・ジー、ワールド・ディクショナリー・オブ・フォーリン・エクスプレッションズ・エイド・トーマス・ジェイ、シエン・クイックス・ジェームズ・ティー、 マクドナ、ジュニア、ワカンダ、イル、ボールチェジー・カルドッチ・パブリッシャーズ、インク、ISBN0 から865164223、ドクター・ターフィー、グラ、エド、1920、イビアイ、トルバニシキ・アズ・アルコート・マニュザグ。ヘリリアリテー・ザリルウェ、エス・アズ・アラミ・ホーホ・ターラム・ヤー・コーロ・ソノク・アイディ・リンズ、レンデ・ゾザ・ロール。マジャール・トルバネター。 1920, イビートルバニシキックブダペストリヴァイテシュトゥベリックイローデルミーインテゼリスベニタラショグ P3 カラガターソリー。エストバン、エド、マジャールスツグ。リヴァイナギーレキシコナ、ボリューム 20, ブダペスト、ヘイセンマズキャド。ピアニッシモ、595597、ISBN9638318708。ISBN ボリュームイコールにボリュームなど、余分の文字が入力されています。カラガ・ターソリー、エストバン、エイド、マジャール・スツァグ、リヴァイ・ナギー・レキシコナ、ボリューム21、ブダペスト、ヘイセンマズ・キャド、P572、ISBN9639015024。ボリュームイコールにボリュームなど、余分の文字が入力されています。イレジェト・スラースロー、 エトール、エズ、マジャールスザグ。リヴァイ・ジェイ、レキシコナ、ボリューム13、ブダペスト、ヘイセンマズ・キャド。ピアニッシモ88、882、895 ISBN、ISBN9639556130。ボリュームイコールにボリュームなど、余分の文字が入力されています。ヨーゼフ・アウグスト大公は、オーストリア皇帝フランツ一世の弟で、 ハンガリー副王であったヨーゼフ・アントン・大公の孫で、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世の、また重帝であった。また、妻・アウグステは、フランツ・ヨーゼフ一世の次女ギーゼラの娘であった。この告示証書は神聖ローマ皇帝カール六世が、娘のマリア・テレジアの継承権を認めさせたものであり、この証書の効力が無効になれば、マリア・テレジアの子孫である。 ハプスブルクロートリンゲン家のハンガリーを覆い決勝権が失われるというものであった。ニューツイストツーアンウォールドリドル、ザ・ボミング・オブ・カッサ、1026、1941、ザ・ジャーナル・オブ・モダン・ヒストリーに、小島城・ジョ第二次世界大戦、ヒトラーの戦い、亡命したホルティは、ドイツ国内の別荘地に軟禁された。ホーティ、 S エスメモワーズ 296P ハットマカイアグネス。A、カットナイムリーアテルズジャレンドオイアブウェンラケ、カシママサヒロ1974、ピアニッシモ56、幅久子1998、ピアニッシモ2728、幅久子1998、ピアニッシモ29、幅久子1998、 ピアニッシモ28アクセスト6や08この間318人のユダヤ人がドイツからスイスに移送されている小島城第二次世界大戦ヒトラーの戦い7巻 P453 から454ありがとうございます